車内のヨーストーブ7万系電車は、2017年7月7日に、運行を開始した東武鉄道の通勤系電車である。伊勢崎線、日光線と東京地下鉄日比谷線との直通運転用車両として、2万系、2万50系、2万70系の置き換えなどを目的として製造された。2017年10月、グッドデザイン賞を受賞した。なお、本校では、 派生形式の790型電車についても記述する。これまで日比谷線乗り入れ用車両として充当されてきた2万、系2万5 0系2万7 0系には、全車3、扉車編成と一部5、扉車編成が混在しており、それによってホームドア設置の支障や乗客の混乱を招いていたため、その対象を主な目的として製造された。また、 東京メトロでも、ほぼ同一仕様の1万3000系が導入されており、同線の車両置き換えが完了し、日比谷線の各駅に2020年度から2022年度にかけてホームドアの設置を進めている。日比谷線内に半径200メートルを切る急カーブが多数存在していたことから、本形式の導入まで、東武本線の日比谷線への乗り入れには18メートル級の 専用車両が充当されてきたが、測定機器を用いて、日比谷線の再計測を行った結果、20メートル級車両を導入しても弊害がないことが確認され、本系列では20メートル級7両編成を採用された。7万系と東京メトロ1万3千系の導入によって、東部スカイツリーラインを走行する車両が20メートル級車両で統一されることから、 東武スカイツリーラインでもホームドアを導入する計画があることを東武鉄道広報が取材に対して言及している。製造は東京メトロ13000系と同じく近畿車両が受け負っている。近畿車両製の車両が東武鉄道に導入されるのは本事例が初めてである。なお、以下の本項目において13000系と称する場合にはそれを 東京メトロ13000系電車について指すこととする。前日の通り、多くの仕様において13000系との共通点が見られる。13000系と同系の軽量かつ、リサイクル性に優れたアルミ合金のダブルスキン構造、レーザーミグハイブリッド溶接を採用しているが、無塗装の13000系に対して、7万系では2万。 軽の帯色であるマルーンを二つの原色に分けて消化させたイノベーションレッドとピュアブラックの二色の帯をまとわせている。前頭部のデザインは直線的な13000系と異なり、前面下方が後方に折れ曲がったものを採用していて、前消灯のデザインも大きく異なっている。電動機と制御機器類は13000系と同じものが用いられており、 主電動機には1時間定格2 0 5キロワットの永久磁石動期電動機を採用することにより消費電力が250系の約25%削減される。東武鉄道に三菱電機製の制御装置が導入されるのは初めてである。ブレーキシステムは回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを搭載している。相ダ台車 SC-107。設計は 東京メトロが担当したため、ボルスタ付け台車となっている。車体に装備される台車は、13000系と同様に、車単速を電動機を搭載した、電動軸と車両の中央側を、付随軸とし、付随軸は、曲線走行時において、レールと車輪から発せられる騒音を低減するため、輪軸の向きを変えられる、自己相談軸とした、相談台車が採用されている。 台車のメーカー形式は SC-107 で、東武鉄道車内の独自形式は TRS-17M である。間接照明を採用した13000系に対し、7000系は、室内のどこにいても明るく快適な車両を目指し、直接 LED 照明を採用した。シートの割り付けやスタンションポールの配置などは13000系と、 同様であるが、シートモケット値には、車体外反にも使用されているエナジードット柄が織り込まれており、一般席は赤色、優先席では青色の配色となっている。座席表地は辰村美術織物製のものが使用されている。つま引き戸のガラスには、1号車から7号車へ順番に東部スカイズリーライン沿線の代表的な風景をイラスト化したものが表されている。 このイラストの中には、本系列が乗り入れない北千住浅草間の風景も含まれる。客室扉の上部には、1万3000系と同様に、17インチワイド液晶の車内表示機が、それぞれ3つ搭載される。その他の相違点としては、ドアエンジンが1万3000系は、空気式を採用していることに対し、7万系は、電気式が採用されていること。 車両間の爪引き度は1万3000系が各車両側にあるものの7万系では片側のみにあること、また1万3000系は網棚のガラスに江戸切子をベースにした模様が刻まれていることに対し7万系にはそれがなく透明なものになっていること、さらに1万3000系は間接照明を採用していることに対し7万系は 直接照明を採用していることなどが挙げられる。また、警笛とアイズブザーの音色も1万3000系とは異なり、既存の東部車と同じものとなる。車内放送は、久野智美によるもので、久野は出発式にも出席した。当初、営業運転開始時期を2017年6月上旬と予定していたが、実際はそれに遅れて、東部スカイツリーライン、 日光線及び乗り入れ先の東京メトロ日比谷線での営業運転を共に同年7月7日から開始することになった。790型2019年3月26日、東武鉄道は日比谷線直通列車に有料着席サービスを導入し、これに対応したマルチシート車両として790型を2020年度に導入することを発表した。さらに、 同年12月19日には列車名を TH ライナーとすること及び当該ライナーサービスを2020年6月6日から開始させることを発表した。東武鉄道でのマルチシート車は5万90型に次ぐものであり2019年度までに投入される7万計2 2編成のうち4編成が当該列車に充当され2020年度には2編成増備され 同形式の配備は完了した。現在は7万1791回から7万1796回までの6編成体制で TH ライナーや一般運用として運転されている。東部7万90軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。